にちは、プレモリです。今回なんですけども、ガーミンより発売されているアプローチ S70 のソフトウェア V13.25 で更新で追加された項目、プレイスライク距離の設定で風速と天気空気密度のオンオフの設定ができるようになりました。この動画で紹介していたホームコース基本情報の設定方法が分かったので紹介してきます。設定画面を開くには本体右側真ん中ボタンを押します。設定をタップします。ゴルフ設定をタップします。プレイズライクをタップします。この項目の中にホームコース基本情報があります。このホームコース基本情報には高度、気温、湿度の項目があります。これはホームコースの情報、よく行くゴルフ場で良いですね。毎回違うゴルフ場行ってて、ホームコースは特にないよって方は、この初期の値のままでも良いですが、ボールの距離感バッチリで良かった時のゴルフ場の情報を入れちゃいましょう。ホームコースある方は、ホームコースで距離感バッチリな日の情報を、でもその時の情報どこで見るの？って思いますよね。アプローチ S70 のゴルフ設定でアクティビティ記録をオンに、設定箇所の出し方はこちらになります。右の真ん中ボタンを押します。設定をタップします。ゴルフ設定をタップします。画面をスクロールしていき、アクティビティの記録をオンにしていきます。ここをオンに設定します。設定したらあとは時計画面に戻しちゃっても OK です。そうすることでゴルフのスコアデータとは別でゴルフを運動として記録できるようになります。記録された運動のデータはガーミンコネクトに記録されます。実際にデータを見ていきましょう。インターネット検索でガーミンコネクトと入力して検索します。ガーミンコネクトって入力しても出てきますね。この画面が出たらガーミンアカウントのメールアドレスとパスワードを入力して再認してください。ページ開いたら画面の左側のアクティビティのすべてを選択してください。このデータの中から該当データを探します。わからないときはゴルフと入れて検索しちゃいましょう。ゴルフと検索かけるとゴルフだけ表示させることができます。このアクティビティ記録には天気などのその時の情報が載ります。この天気の項目には気温、湿度の情報が表示されるようになります。気温、湿度はこの値を入れましょう。高度もこのページに書かれてるので平均値を入れてあげましょう。クリックするとその場所の高度が表示します。これですと26メートルって入れる感じですね。これでホームコース基本情報の入力はバッチリですね。ただこの値はそこまで影響を受けることはないので、特に設定しなくても問題なく使えます。気になった方はぜひ設定してみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。